サバシスターが9月18日にリリースするセカンド EP「あの夜の話」の詳細を発表した。すでにリリースのアナウンスはされていた EP の CD、DVD それぞれの収録内容とともに、ナチのイラストによるジャケットも公開された。CD には7月11日に配信リリースしているハイエースナンバーに加え、すべて今作で初取り下ろしとなる新曲、作戦会議、ポテサラ、ひとりぼっちと廊下の窓の全4曲が収録される。そして CD-DVD 版に付属の特典 DVD にはバンド史上最多の全国23公演を回ったアルバムリリースツアーのファイナル公演にして初のワンマンライブとなった渋谷クラブクアトロ公演のライブ映像が全曲収録される。チケット即完のこれまで披露してきたバンドの全レパートリーを披露した記念すべき初ワンマンライブ映像が早くもフルサイズで収録。副音声にはメンバーのオーディオコメンタリーも収録される。さらに初回封入特典としてサバシスターイスカードが付くことも追加で発表された。こちらの詳細は追って解禁される。セカンド EP「あの夜の話」2024年9月18日水曜日リリース予約 https://lnk.2/anoior/ucd/cd/dvd シナ版付加-06334価格3838円、税込み初回封入特典、特典 DVD の映像をスマホやTV などで視聴できるストリーミングコード付きステッカー、レストリームライブサバシスター S カード DVD 副音声にメンバーオーディオコメンタリー収録 CD オンリー価格1838円、税込み品番プカ -06335、 初回封入特典サバシスター S カード先着予約特典ポストカード、収録内容1、作戦会議2、ポテサラ3、ひとりぼっちと廊下の窓4、ハイエースナンバー DVD 収録内容、覚悟を決めろ。ツアーファイナルワンマンライブ 2024.07、10@、渋谷クラブクワトロ1、覚悟を決めろ。2、リバーサイドナイト3、ジャージ4、キラキラ U5、生活6、スケボードロボー。7、アイリー8、よしよし、マシーン9、しげちゃん10、マイベストラブ。11、東京コエ12、ヘイママ、プリーズコールミー13、2214、15、ミュージックプリズナー16、タイムセール逃してくれ17、ナイスなガールエイン1、ハイエースナンバーエン2、サバシスターエス市民3、サバカン WM、メジャーデビューの歌副音声に、メンバーオーディオコメンタリー収録配信シングル、ハイエースナンバー2024年7月11日、木曜日リリース配信リンク、https://sabasistar.lnk.2/hiacen、 おー、あの夜の話ツアー9月28土曜日、仙台電セゲスという会場17時、開演18、10月5日、土曜日新潟ラッツイゲスという会場17時、開演18、10月9日、水曜日札幌ペニーレーン24ゲスという会場17時45分、開演18、3010月16日水曜日、福岡ビートスタシオンゲスという会場18時、開演19、10月17日木曜日、広島ライブバンクイッシュゲスという会場18時、開演19、10月19日土曜日、大阪ビッグキャットガスという会場17時、開演18、10月20日日曜日名古屋ボトム、ラインゲスという会場17時、開演18時、あの夜の話。ツアーファイナルワンマンライブ10月25日金曜日、東京ゼップダイバーシティ会場18時、開演19時。